豊原駅は、栃木県那須郡那須町大和と豊原港にある、東日本旅客鉄道東北本線の駅である。栃木県と福島県の県境が近く、栃木県及び関東地方では最北に位置する駅である。東北本線は、川口駅から東駅までが、大宮支社の管轄である。旧駅舎1887年7月16日に、 日本鉄道の黒磯駅から郡山駅までの開通に伴い、日本鉄道の中間駅豊原駅として開業した。当時黒磯から郡山までに、当駅の他に白川駅、矢吹駅、塚川駅が設置された。当駅は現在の位置よりも北東の県境に近い位置に置かれた。開業からおよそ20年後の1906年11月には、 日本鉄道が国有化され、さらにその約3年後の1909年10月には、線路名称の制定により、秋葉原駅から上野駅を経て、青森駅までが、東北本線とされた。1920年11月には、勾配などを避けるために、黒磯駅から白川駅までのルートを変更した。その一環として、黒田原駅から白坂駅までが、 ルート変更となり、当駅は現在地に移転した。この時の駅名は開業当初は現在と同じく、豊原だった。1907年8月1日に、カラフトにおいて開業した、カラフト町鉄道カラフト東線の裏地ジミロフ駅が1908年4月1日に、豊原駅と改称し、また1920年に、台湾の台湾総督府鉄道部中間線。 宝浪駅も和風地名である豊原駅と解消してから同盟駅が複数あるという状況が続いていたため1925年4月1日に下付豊原駅に解消となった1945年カラフトの豊原駅へはソ連軍が進行しまた台湾は中華民国に接収されたため当駅は1948年8月1日に 再び元の豊原駅に戻された。1920年の移転時に建てられた駅舎が長らく使われてきたが、2018年8月より新駅舎の建設工事が進められ、2019年2月に完成、3月23日に完成記念式典が開催された。ホーム島式ホーム一面二線を持つ地上駅である。ホームへの移動は、古戦橋を利用する。 駅舎は2019年2月に完成した木造1階建てのべ床面積48平方メートルのもので、那須町の花である林道をかたどった明かり取りが設けられている。黒磯駅管理の無人駅である、乗車駅証明書発行機のみが設置されている。栃木県統経年間によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。この辺りは、 山の奥で林などがあり、人家もまばらな場所であり、幹線在来線の駅でありながら、ファンの間では、秘境駅と言われることもある。当駅の付近には北東にある、成沢集落など小規模な集落が点在し、栃木県道186号、より豊原停車場線や栃木県道105号、豊原停車場線などの県道が通る。駅前から10分歩くと、黒川が流れ、 黒川にかかる橋梁の福島県側に、大宮、仙台漁師社の境界表が設けられている。また、黒川橋梁周辺は、国鉄時代から鉄道ファンにとって有名な撮影ポイントとなっている。ありがとうございます。